はい、実はあることを決断しました。もうね、ソナカラを始めてもうずっとずっと悩んできて、ついに悩んで決めました。実は髪の毛を切ります。どうでもいいわと突っ込まれることを期待しているんですが、もう本当に悩んでやっと決めたんです。バッサリ行こうかなと思っています。なのでしょうもないわって思わないで聞いてほしいんですけど、髪の毛が鬱陶しいからとかそういうことではなくて、自分の中でね、決断したことによって変わるんじゃないかという希望を乗せて決断をいたしました。トモ君とかはこう急に金髪にしたり髪型変えたりとかいろいろできる人なんですけど、私はすごいなんか真ん中を生きようとやってきてしまって、服装とかもそうで、黒とかグレーとか白とかあんま明るい色も着てこなかったあったのね。派手すぎと思われたらどうしようとか、普通にしか生きてこれなかったんですけど、トモ君のおかげでこのね、洋服も一つで私の中ではすごい明るい色なの。自分なら絶対に買わない。でもトモ君がこれ絶対似合うからってこう買ってくれた洋服を着た時に、こういう明るい色着たら気持ちも明るくなるんだと。たまにこういう自分では選ばないものを着て気持ちがこう上がるっていうか、髪型もトモ君みたいに変えたいなーって思ったんだけども、でも私が切るっていうのは結構人生の中で大きな決断っていうぐらい本当に決断をして決めたことで、私の中ではもうずっと悩んで決めたことなので、今週ちょっと結構ドキドキしてます。この髪の毛がなくなるんだと、スカート似合うかなーとかすごいいろんな不安があるんですけど、なんかずっとそのままでいたら何も変わらないなと思ったので、トモ君のおかげでこういう明るい色も少しずつ着れるようになってきたし、ちょっと髪の毛もこれを機に変えてみてもいいんじゃないかなと、失敗を恐れずに生きていこうかなと思っているんです。ついに髪の毛切ってきますので、変だったら変って言ってください。似合ってたら似合ってるって言ってください。私もどうなるかちょっと不安なんですが、切っていきたいと思います。これは本持って、ジグザグジグザグって言いながら切って、本当に大丈夫ですかってママが言ったら、全然大丈夫ですって言って、この辺持ってジグザグって切ってで、ママの本当に大丈夫ですか。まあね、もちろんこれはドッキリじゃなくて、明日髪の毛切るんですよ。だからそれぐらいはいいかなと思ってで今整えてもらってます。じゃあ無事に、はい、クランクアップです。はい、今ね、駐車場に着きました。もうね、久々に心臓バクバクしてます。どうなるかちょっと緊張なんですが、行ってきたいと思います。あー怖い。はい、帰ってきました。どうですか。どう結構切ったんだけど、どうかな。後ろとかね、もうだいぶ刈り上げくんよ。どう自分の中ではすっごい気に入って帰ってきました。3時間半もかかったんです。すごい慎重に切ってくださって、ともくんが行ってる同じ美容院なんですけど、とりあえずは前髪ありで前髪を伸ばしながら似合ってるって言ってもらえたら嬉しいんですが、でもね、昨日は久々に緊張しすぎて寝れなかった。後ろの方が短い感じがする。決心して行ってよかったなと満足しております。髪の毛切るのっていいね。
なんかまたこれからも髪の毛の色変えたりとか、今まで無難できたからね、たまには挑戦していかなきゃなと思いました。今ね、かなりもうテンションが上がってて、はい、こんな感じに仕上がりました。どうでしょうか。こんなね、どうでもいいような内容だったんですが、私の中ではすごく大きなイベントだったので動画にしてしまいました。これからはこのニューヘアでよろしくお願いします。あ、整うかな。